皆さん、はじめまして。この度、なんとですね、オリックスファンによるオリックスファンのオリックスのためのチャンネルを開設することになりました。もう出てます。オリックスの試合を満員にしませんか？もうこれです、タイトルは。ですね、このチャンネルで、まあ、どういったことをやるのかっていうのをちょっとお話ししていきたいと思いますので、お付き合いください。よろしくお願いします。まあ、オリックスファンによるね、オリックスファンのオリックスのためのチャンネルって言いましたけど、まあ、何のためにやるのかっていうと、やっぱり一番は目標二つあってですね、一番は京セラの試合、オリックス主催のホームゲームですね、この試合、全試合をちょっと満員にするっていうのが、目標です。もうね、どんだけ弱くてもね、オリックスとか、オリックスとかリックスとかね、どれだけバカリされてもやっぱりね、好きなんですよね。で、やっぱり弱くても雰囲気とかも全然どうでもいいので、選手たちには、ホームでやる試合ぐらいは、ちょっと満員でね、すっごい熱狂的な声、声援を、こう浴びてですね、試合してほしいなっていうのがずっとあったので、何かこう、一般人なんですけど、力になれることないかなと思って、今日、チャンネルをね、解説させていただくことになったんですけど、もうとにかくね、もう満員の、中で興奮する、エキサイティングな環境の中で、バファローズの選手たちには試合を存分にね、してほしいっていうのがありますので、強い弱いは関係なく、オリックスの試合、京セラでの試合を、全部の試合を満員にするっていうのが、一番の目的です。で、二つ目は、僕みたいな、オリックスというね、不人気でもあり弱い球団を熱狂的に応援するこのコアな人を一人だけでいいです。一人新しくこう、生み出してやろうというのが目的です。なかなか珍しいんですよね。もう外国人みたいな感じで言われます。オリックス好きで熱狂的です。言ったら、そんな人見たことないですって言われるんですけど、いや。ここにおんねん、実際と。だからそういう人を、一人だけでいいので増やしていきます。で、SNS とか、当然ね、YouTube のコメントなんかでも、この動画のおかげで、オリックス好きになりましたっていうコメントが一個あったもん、それで達成です、これに関しては。ただ、やっぱりね、そのためには、やっぱり、視聴回数ゼロ、登録者数ゼロのチャンネルがどれだけ大きい声出してもね、ほざいてるだけ誰にも聞こえなかったりするんですよね。やっぱりだからそのためには、それなりに数字としても、見れるぐらいの、ものがやっぱりないと何もできないわけですよ。なのでですね、今、ご覧になっている、皆さんのお力をぜひお借りしたいなというわけで今日この動画を上げさせていただいてます。なので、この大きな二つの目標を達成するために、第一の目標として、ババンと収益化を目指します。ものすごいハード低いですけどね。まずは収益化することが一番の目標かなと。で、満員するための案というかね、考えっていうのをいくつか用意してるんですけど、それをね、今言ったところで多分ね、何にも響かないと思うんですよね。なので、まずは収益化。で、次は10万人。まあ、そんな感じで、ゆくゆくは、第3の目標ぐらいでですね、なんかこう、具体的な案とか出していきたらなと思うので、オリックスファンの方は当然ね、してもらいたいんですけど、プロ野球には興味があって、ただ推しの球団がないっていう方も、ぜひ、試しでいいので、登録してみてほしいですね。はい。なんでかっていうとね、バファローズっていうチームは弱いんですよ。すごく人気もなくて。ただ、今後、今年も含め、確実に強くなっていくんですよ。で、ソフトバンクという超巨大な、相手に立ち向かっていく、このサクセスストーリーじゃないですけど、確実に強くなっていきます。人気になるかどうかちょっとわからないですけど、確実に強くなっていくのはもう間違いないんですよね。なので、自分が応援し出してから強くなっていくっていうところを見れる球団ってあんまりないんですよ。で、僕自身が、オリックスっていう球団を好きになった理由として、京セラドームで応援歌を聴いて一目惚れしたんですね。で、行ったことない人で行ってみて一目惚れする人って絶対いると思うんですよ。一人はね。
だからやっぱり球場に足を運んできてほしい。なかなか今難しいですけど、満員とか言ってますけどね。そのためにはやっぱりチャンネルとしてそれなりの実力、力を持った上で、満員にする人を呼ぶための策っていうのを講じていく必要があるので、まずはですね、第一目先の目標としてこの収益化実現というところにまでですね、ちょっと毎週毎週、地道にやっていきますので、ぜひともですね、気が向いた方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあ、ゆくゆくはね、バッファローズファン全員に登録してもらうというのが、まあ、夢なんですけど、これ何人かわからないので、これはもう終わらない永遠の夢だと思ってます。はい。何するのかっていうと、もうね、開幕しますよね。で、今年なんかで言うと、本当バファローズは圧倒的にね、今までと雰囲気が違うんで、勝つ匂いっていうのがプンプンしていてですね。とはいえ、毎試合毎試合、こう、結果をフルで、こう、試合をね、丸々見れる人って少ないと思うんですよ。社会人の方とか、時間がなくて忙しい方とかね。なので、このチャンネルで、毎カードごとに、結果をね、こう、コンパクトにまとめたものを紹介していくので、ちょっとハイライトついでに、見てほしいなっていうのがあります。で、あとはやっぱ気になったこととか、考察とかね、予想とかも当然やっていきたいですよ。トレードであったり、新外国人とか。あと、個人的にはやっぱドラフトとかすっごい、こう、細かく見てるんですよね。2、3年先までちょっと変態レベルで、予想したりとかしてるので、そういったところもぜひね、ちょっといつかやっていきたいなっていうのは思ってます。他にも当然いろいろありますけど、一人でもですね、多くのバファローズファンと一緒にこのオリックス、バファローズという素晴らしい球団を盛り上げたいと思ってます。はい。もう登録者増えてね、生配信とかマジでやりたいんですよ。ほんまにしたら、オリックスファンとこう、ああでもない、こうでもないとか言いながら、情報共有とかね、もうできて最高でしょ。だからやっぱ当然コメントでいろんな情報をね、教えてもらう、本当知りたいので、バシバシやっていただくと本当に幸せです。まあ今日はこんな感じで、締めさせていただこうかなと思うので、ちょっとすっごいグダグダですけど、初投稿ということでちょっと勘弁していただきたいなというところでですね、少しでもご興味持っていただきましたらですね、チャンネル登録と、あとは SNS もやっておりますので、フォローの方、心よりお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。